珍しい機能。僕があの画像で着てるやつのリバーシブル、発音それでいい、リバーシブル、あはは、来た。普段はね、まあ、黒で着てもいいですし、あ、いいね、気分で、まあ、うん、こっちがメイン、気分で黒に変えてもいいんですよ、これ。だってファーストダウンさんって言ったらね、ダウンめちゃくちゃね、そう、しかもね、あの定番の形、うん、かわいいよね、を使ったダウンで、めちゃめちゃあったかいですし、気持ちいい、肌触りもめっちゃいい、いいよ、めちゃくちゃいい。僕もプライベートに使ってます。おー、毎年ファーストダウン、ジム後来たら、なんかいい感じのパンプアップみたいになるんだけど、いや、まあ、うん、そうだね、終わり、そうだね、こちらと下にドローコードあるんで、あ、確かに滑れます。ドローコードっていうんだ、これ多分、あと、すげー、すごい、ほら、さすが、いいですね。なんでうーんってやってるんですか。だからちょっと下をこう、すぼめて、なんでやらないのよ、ずっとシルエットをこれをさ、決めた人はやっていい、ドローコード使って、うん、あ、本当だ。いやでもね、キュッて、僕キュッてしたい派なんですよ。あ、わかるわかる。ジャージもね、あるもんね。けサイズこれいくつ？これは XL だったんです。あ、大丈夫、胸毛がいやいや、カーディガンです。あ、カーディガン、これどう？あ、落ちた。それ一番いっちゃいけない。めっちゃ叩かれるんじゃない、これ商品だよ。こもこに叩かれるんじゃない。可愛い、ニューエラさんとのコラボ。これ着てるよね。あ、僕たちいただいたんですよ。リハーサルでも着させていただいてます。そして、あ、気になってる。ほら、どうですか？下すぼめた感じ、これ。ね、このね、シルエット、ちょっともうちょい後ろに。XL なんで。うん。そう、こう。あ、そうちゃん。あ、で、千鳥さんのやつやるか。はい。はい。いいですね。いいですね。いいね。あったかそう。あったかい。ここが好きなんですよね。わかる。あ、そう、冬のね、これしたくなるよ。これしたい。あったかいよね。撮影でこれしてた。してない。別カットですね。してないじゃん。見る？ある意味。はい、大きいから。そして、こちら。ネクスト。ネクスト。ボアジャケットでございます。かぶってんな。あ、ボアです、これ。これがね、ちょっとね、近くで見ていただくと、この生地感。これがね、あったかいんですよ。僕もこれはね、ちょうど写真で着させてもらってるんですけども、似合ってますね、本当に。自分で言わない。自分で言わない。これは、結構これは黒がここにね、あったりするんですけど、うん、全体的にこの柄があって、はい、ね、そのまま可愛い。で、ここのここワンポイント可愛い、ここはね、いいね、入れれます。何入れるの？これはね、パスポートだろ。パス、え？このまま行くのか、海外に行くんですか。あったかいから、まあまあ行けますけども、こんな大事、まあ大事っちゃ大事か。これでも携帯も入れれますよ。リップも入れる、ね、リップも入れる、うん、ほら持って帰る。で、いいね、これもね、見せて。はい、全身黄色、黒、青で、うん、あ、こっちの方が大事だから。ああ、自分が見るよりは、ごめんごめんごめん、見せた方が大事だ。メインこっちか。自分が見るよりごめんな。そう、これは本当に長さもね、女性もこうブカブカって着れますし、うん、男性でもこれめちゃめちゃちょうどいい感じで着れるので、かわいい。サイズは？サイズは？きつ、 XL。 ここでもう終わりになっちゃう。 XL？ これも XL です。あ、これ XL か。うん、ソータで XL だから。確かに、そう、全然ね、 XL でいいかもしれない。全然いいね。だって中に着込んで、この一番上にこれ着るときでも XL でもこのシルエットが良くなりますよね。ボワッてならずにしっかりストンって落ちる。綺麗。なんかうまいこと言ってる。ボアジャケットだけに。うわ、何が全然かかってない。ボワって言ってた。そういうことか。ボアジャケットってボワっていうことだから。わかんないけど、違うんだろうな。調べて。ボアボアしてるから。確かに。そんな軽い意味じゃないですじゃあ、僕、はい、お願いします。僕、はい、なんでだよ、こっちじゃないぞ。こっちです。あの、さっきソータが着てたやつ。あ、そっか、これのパンツバージョンですね。邪魔だよ。今は邪魔だろ。これセットアップだね。これセットアップできて、うん、ちょっと、ね、の先輩に寄りかかるの。なんでこれ、僕いくつ、多分 XL ですね、これ。あ、見ますよ。 XL だって。 XL 一回脱げます。いや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 、隠しますよ。ピーってなっちゃうから。 ありがとうございます。遠近法使えばこれで XL じゃないですか、ね、XL です。 XL これをさ、しかもこれあれですね、オリジナルの形です。あ、なんで隠すんだよ。大丈夫。おいおい、暴れないで。あ、でも、あ、でも、うん、キーちゃん出れる。
モスモス、そっちに来てるんだ。個人的に来てる。あ、かわいい。ここポケットあります。フリフリ右だからポケット、横にもちゃんとポケットあって。飽きた？なんかあるかなと思ってます。いいですね、これだから女性ダウン XL だとでかいんで、ちょっとぐらい下げてセットアップできたらかわいいですね。私なんか下派手ってのもいいですね、うん、下だけ派手いいよ、ね、これみたいに上でちょっと押さえながらも、うん、締めて下でね、うん、これいいな。いいね。僕たち今ツアー回ってるじゃないですか。確かに。だから寒い地方も行ったりとか、うん、いろんなとこ行くときにこれ移動ね、ぴったりだね、完璧だよ、うん、着方もね、いいよね。これ2人はちょっと普通にこれ着てみたい、ローファーとかでみんなにちょっと入れ替えてみる、ちょっとインしてるから隠してあげる。じゃあみんなでさ、入れ替えよう、入れ替えよう。これ上に行こう。無理でしょ。あ、一回黒で着よう。来た来た。お、これただの243じゃん、これ。これ着てないから、俺。一応じゃあ、その説明してくれ。これ、はい。こちら、レザーのアウターですね。うん、雑。詳しくは、わからない。後で言いますね。後で。後日、書きます。やっぱ黒もいいっすね。いいね。いいよね。黒いい。ワンポイント、ワンポイントで。あ、でも僕、締めたいな。そうそうそう、これがしたいのよ。いい質だよ、ダウンも。物を変えちゃってるから、それ。でもこれでも待って、その好きな人によっては全然、まあ、人によってはね、こうギュッて締めて、うん、ちょっとね、でも短めなんで危ないよ、自分だからね。やってみてもいいんじゃない。いい、確かに、かわいい。かわいい、うん、あったかこれ。でももう完全体じゃないですか。確かに、こっちさっきできちゃった。今めっちゃ暑い。でも暑いって言ってるやん。暑いぐらい。失礼。皆さん、僕らだと女性で若めの方が多いじゃない。うん、多いじゃない。多いじゃない。多いじゃない。パパとかが着てても可愛い。あー、可愛いっすね。パパいいですね。パパこのセットアップで着てたら、うん、着きたくなるじゃん。おー、パパー、娘さんとかもね、みんな来るかもしれない。混み合ってんだっけ。今日初めて会ったから確かにやりたいこと多すぎて噛み合ってないです。初めて人間と喋るかもしれない。ほんまや、噛み合ってないわ。全然噛み合ってない。これ多分パパいいっすね。パパいい、ちょっとパパも綺麗。これパパ着てたら可愛い。パパいい。このちょっと開けてて、こう中にペラって見えるのもいいっすね。いいね、確かに。この風吹いた時とか。ありがとう、優しいな。食べないでね。食べないよ。怖い。いいですね。キュンしてるやん。わかりづらいとき。あ、これ裏メッシュなんですね。あ、はい。それサッカーのメッシュ。あ、メッシュ。で、左足な。あ、ほんとだ。いい感じですね。ブルーロックに出てきたらメッシュとか、いろいろ。あ、ここにファーストダウン書いてこれも上まで上がるんで、ここね、ちょっと扱ったらこういうこともできるんで。いい、あ、ほんとよ。これは、あ、かわいい。これはそのままです。あ、そのままです。はい、そのままで。あ、できるんだ。ちょっと、いいな、これ。あ、いいね、やっぱこのめちゃくちゃいいわ。いいよね、ファーストダウンもこのね、色の使い方が好き。サマさんイメージある、確かに。確かに、うん、いいな、絶対ツアーメンが1個いるのに。恥ずいって逆にしようって言って、これはちょっとね、これとはまた違うんですけど、そう、ファーストダウン、これファーストダウン関係ないんですけど、関係ないんですけど、でもの実は僕たちも着させていただきまして、うん、はい、これを通しましてちょっと移動お願いします。はーい、かな、ここのゾーンだね。このゾーン、まだ発売ではないんですよね。はい、来週、再来週、来週に発売ということで、これは俺来たよね、今着てたレザージャケット、フェイクレザー、フェイクレザー、これ生地感めちゃくちゃいいですね。そう、いい。今見てるだけじゃ分かんない、この良さ、この良さ。ぜひね、来て触って、来てねえ、分かんないわよ、分かんないよ。食べて、食べないよ。なんか風もあのちゃんと通さなかったりするんで、おー、あったか、ちゃんとヒーティングであったかくなって、あっちこっちしてる。
24カラーズってこと。わぁ24カラーズ。なんで知らないんだよ。でも美味しい。これ後ろはこれ、あ、これですね。可愛いよね。いいいいいい生地。色合いがいいですね。赤、白、黒で。これだってね、他にもここもっすよね。ここも見せてもいいですか。ここもいいよ。これね、こういう感じで、なんて言うんだろう、これキューティングって何だよ。キューティング、キューティング。おー、すごい。スウェットっすか。うん、スウェキューティングのスウェット、うん、これもいいっすね。これいいね。セットアップとかで着て、うん、かわいく。これ上ね、もう一個あるんですよ。上がパーカーもある、うん、あ、かわいい。パーカー、パーカーがあって、覚えてる覚えてるじゃないのよ。お、覚えてる。ピョンケチ、ピョンケチのところ覚えてる。いい感じ。この裏起毛じゃないから、あー、いい感じ。サラサラしてる。中に自分で着て調節できやすいですね。おうおう。ブラックブラックブラックいいですね。で、これ普通の黒じゃなくて、近くで見ると何、この何なんですか、このひし形になってるやつ。キルティング、キルティング。覚えないな。ひし形になってるやつ。そう、これがキルティング。これがキルティングです。パンツも紐は中タイプです。これあげるよ。お、これギフティングです。そしてそして何、これがね、かわいい、かわいい、かわいい、すごい好きで。いいよね。ニット一見わからないよね。かわいい。これめちゃくちゃかわいい。普段使いできる。かわいい。ニューボアナって感じですね。発売中。これ発売中。絶賛。さっきのスウェットも全部。いや、これと、これは来週。来週。はい。え、これじゃ発売中？まあ、発売中。発売中？え、これじゃ皆さんぜひですよ。ね。これ僕来ましたから。俺も来た、これ、撮影で。来た？俺来てない。俺来ました。え、これめっちゃ可愛いですよ。これね、来たら分かる。これは来てないか。いや、僕来た、これ。おー、じゃあ、来てない。めちゃくちゃ可愛いじゃん。そう、めちゃくちゃ可愛い。完璧なんですよ。可愛い。可愛いです。うん、てか、なんか今それとそれ合いますね、すごい。ね、確かに。横幅、そこもいけるんだ。身幅ありみで。このサイズ、こっちもいけるんだね、合わせ方。そうなんで、M サイズ。M サイズ、はい。ミディアムです、これ。M サイズですね。いた、いた。俺、M 着れるんだ。ちょっと大きめな、オーバーサイズ、M で大きめな、少しで、少し大きめな。前買うと、買うっていうタイプ。方言だ。前買うと、聞いたことない。前。これ着てます。自信あるんで、めちゃくちゃ可愛いです。まだ写真出ないですもんね。これか。これからです。じゃあちょっと見せてください。まずはこれが明日発売なんですね。そうですね。と思い上げないで。ダメだ。来ちゃダメ、そうか。いや、そんな厳重なとこじゃない。とりあえずこれはもう早めに1着買って、うん、今日今回の冬をね、うん、乗り切れて。あ、全部。とかじゃなくて、意味が一緒。ちょっとじゃあ僕コメント見ながら。確かに自撮りでもいいんじゃない。身長150センチだから袖余りそう。いやでも意外と、意外といいんですよ。うんうん、全然意外となんか間違えたコメントが、ケイト君可愛い。いや、いいんだよ、それミスっすね。いいんだよ、間違えてる。一回消してもらったもん。一回消せないです、多分。一度してごめん。あ、これぐらいに近さ。あ、可愛いね、これ。そう、わー、可愛いんだよ。え、M さ、これできるし。で、これ好きやな。あ、リップ忘れてないって。もう本当、本当だよ。本当やで、本当やで、本当やで、お前。あ、来てきた。いや、もう下唇でびしょびしょやから。いいだろ、別に。あんまリップ塗るとこ公開するんだって。何を届けてん、使ってるんだ。何を届けてんの。これいいですからね。何でも欲しくなっちゃいますって言って、まあ、アパレル店員さんっぽくやってたって。アパレルペイン、あ、ペイン。アパレルペイン。
あ、お客様。はい。何を探しなんですか。なんで来てたんだよ。あ、結構冬に備えて、なんかあったかいの買いたいな。あ、大きいもの。そうですか。結構2点ほどおすすめの商品がありまして、教えてほしいです。この、お前来たやつが温めときました。やだな、あんまり。一回着てみます、ボアの。そうですね、はい、ちょっと着てもいいですか。あ、着てました、僕。着てました。お始まるか。始まんねえよ。店員さんとの声始まるか、はい、どうですか、これ。あったかいですか。そんなことより、この携帯がバキバキだな。俺触れないでたの。頑張ってんだよ、携帯も。スタッフさんの携帯が。スモール。それがスモール？ S でいいっすよ、で言い方。あ、ちょうどいい、多分ぴったり切れる。これ、エクストララージ。XL。ミディアム。俺ミディアムレア派なんだよね、焼くの。あ、いや、知らないよ、お肉。あ、ごめん、お肉のところ。あったかい、本当に。でもこの冬、こすにやっぱこれ、大事だ。大事っすね。いいですよね。これは本当にいい。伝わるかな、映像で。あ、いや、もう結構伝わるよ、これは。本当？うん。ちょっと動かすやつなんだ。中身なんでしょう。すごい、そうちゃんが今着てる黒のダウン、昨日発売してないですか。ですよね。ですよね。でも、じゃあそのままこれもゲットしてください。確かに。今この、あったかそうだって。中身何してるでしょう、手は。ピース。あ、違う。2、1、コン。コンだった。そう、これ僕が履いてるボアのパンツ別注だそうです。ユーナスでした。あ、そうだ、あのね、そう、別注だ、オリジナルの形です。いや、任せろって。今回特別別注で作ったそうです、はい、なんでパンツは特にレアです。レアです。レアです。これセットアップで買ってもいいし、はい、これ履いてこれ着てもいいしですね。マジで可愛いんだよな。いや、いいっすね。夏木くん好きですよね、こういうセットアップ。そう、好き。うん。あと冬ラフな格好したくなる、あったかいので。いや、かわいいな。で、今日みたいにこういうさ、パンツに、うん、この革ジャンとかで合わせてもかわいいね。こういうドア。かわいい。それかわいいですね。僕今日ね、普通のスニーカーで合わせてるけど。いいですね。かわいいですね。1台目でもいけるってことですね。そうですね。いけますね。企画かわいいです。隠すね。じゃあ、開けます。あの、このポスターね、はい、これ、店舗で置くんで。あ、そうだ、店舗でじゃあサインしようぜ、せっかくだし。このポスター、ありがとうございます。俺、どっちに書けばいい？あ、多分、このメインの映っちゃったやつは映っちゃったじゃない。映っちゃったじゃない。俺、下だから俺からいい。あ、いいよ。じゃあ下から書く、ね、男。あ、ごめんなさい、サイン書くとき男になっちゃう。知らないよ、そんなこと。聞きにくいな、とか。ましたよ。じゃあ電波ちゃん、電池がすごい。あ、そういうことか。何してるんですか。あ、じゃあ次、黄色の人。フェル、頭がね。どうすんだよ。あっ、あ、これファンタのアカウントか。いや、これファンタのアカウント、本当にあと…ギリギリ…ギリギリ…あ、だからか。あ、ギリギリ…あ、そういうこと。新曲がね、ギリギリ…出ました。出るんです。11月16日ですね。チューチュートレイン、チューチュートレインの MV が、はい、公開されまして、皆さん、皆さんぜひお願いします。あったかいなぁ。はい、さあ、サンプル。あ、いいやいやいや。じゃあこれ皆さん店頭に置かれてるので、はい、ぜひ見に来て、そしてそのままこれをゲッチュしてください。ゲッチュ気になるな。いいね。明日発売でございます。いいですね。
これは実は澤さんです。です。です。耳でわかるように僕です。あんまわかんないね。耳の後ろ。後ろから耳。何だってわかるんだろうな。絶対わかるよ。俺でも分かったんだから。やります。ほら。ああ。え、でも、ちょうど今日、街歩いててこの耳10人いましたね。いるわけねえだろ。どんだけ耳見てんだよ。噛まなくてよかった。そんな面白くない。耳見てたよ。あ、そうだ。早口言葉ほど上手くないです。よし、おしとか言う。最悪だぞ。絶対ダメだぞ。おし、最悪だぞ。もういいよなの顔。いやいや、そんなこと。結構魅力伝えれたじゃないですか。いや、だいぶ伝わったっしょ。ね。コメント見ていいですか。ここもだってあるぜ、可愛いんだよ。可愛いんだぜ。あ、ほんとや、細かいところまで意識してるんだぜ。さっき見せたね、俺。あ、だぜ。こっちじゃ、パンタもね。ここも。ここの感じ、ちょっとあんま動きすぎて。こういう感じですね。そうそう。しっかりとしてます。で、この音もしっかりと、あ、詰まってます。あ、ここここ、あ、確かに詰まってる。あ、痛い。あ、ごめんなさい、この手なんだね。こんだけ詰まってるんで、パスダウンをしっかりしますよ。めちゃくちゃ詰まってる。やっぱ、次の日、次の年ちゃんと復活してる。ありがとうございます。そちら側の方、当然そこを意識しまして作ってて、お客様に添えていただけて本当に嬉しいです。 愛用してますよ。なんて安そうなの。愛用してもらってる。木村さんか。なんで知ってんだよ。習ってないでしょ。デザイン可愛いってやっぱ多いですね。うん、デザインいいですよね。冬の乗り越えられそう。わ、もうこれ乗り越えられるよね。本当に乗り越えるしかないよ。え、もうスキーできるよこれ。だから本当にね、転ばなければ黒のままとかでもできるんだよね。うん、うん、ほんと黒のままでも可愛い。その日のモチベーションでさ、うん、今日黒がいいと黒くしようかな、うん、で、あのなんか集合してみんな黒だったらちょっと私色変えたいなって、これで途中から変えてもいいです。みんなそれ着てくるパターンです。そうだ、沢本、もう電池ないんだろうな。ね、ほんとにもうギリギリを、うん、大丈夫、大丈夫ですか。増えることもってあるの。やる気があれば何でもできる。あれ、あれ、オッケー、じゃあ映ってるよ、まだ気抜かないです。カバ、いや、緊張すんな、急に。え、あ、慣れてないね、あんまり。可愛いよな、本当に。でも確かにメッシュがいいんだよな。ニットはいつ発売ですかって来てます。これは発売中で、あ、12、僕が被ってるニット、あ、ニット帽、ニット帽は12月です。あ、12月12月ですって。来月ニット帽は12月です。うん、これ澤さんが被ったから黄色になった。それか元々黄色。なんで俺が被るという予想だったんだよ。